はい、ガレージライフの高橋直樹です。皆さん車を駐車するときにパーキングブレーキ使ってますでしょうか？これを知っておかないと車を破損させて大きな出費になることがありますので、ぜひ最後までご覧ください。大体2種類ありますよね。足で踏むタイプと、あとは運転席の横にやって引くタイプですね。なのでサイドブレーキなんて言われてますけれども、大体オートマに乗ってらっしゃる方多いかと思うんですけれども、オートマって別にパーキングブレーキ引かなくても P エンジン入れておくと、まあ駐車できますもんね。だからパーキングブレーキ使わないっていう方もいらっしゃると思います。今回はこのパーキングブレーキというものの重要性についてお話ししたいと思います。冒頭でも言いましたけれども、これ使うか使わないかで結構危険な目にあったりすることがあるんですよ。さっきね、オートマとかで P エンジン入れておくとまず車が動かないと、だからサイドブレーキ使わなくてもいいよねっていう方いらっしゃるかなっていうお話ししたんですけど、じゃあなんでそのパーキングブレーキ使った方がいいのかって、むしろ使わなきゃいけないのかということで、まずはですね、パーキングブレーキの構造ですね。これ、説明すると細かいところまで行っちゃうんで、簡単に言うと、パーキングブレーキを踏むとか、引くとか、まあ、そういったことによって、それにつながってるワイヤーがですね、ブレーキをグッと締め付けてくれるっていうものなんですね。それで、強く固定されるということです。そうですね、ブレーキをずっと踏んでいる状態を機械的な力でブレーキをかけてくれるっていうイメージでいいかもしれません。パーキングブレーキはまずそういった構造だと思ってください。じゃあ、Pレンジ。でどうなってるのかっていうと、停車して P エンジン入れましたって言った時にはトランスミッションっていうものですね。トランスミッションっていうのはエンジンの動力をタイヤの回転につなげてくれる機構なんですけども、例えばよく聞く CVT とかよく聞きますよね。もちろんオートマ AT とかっていうのも、それもトランスミッションなんですね。その内部の機構で P エンジンの役割があるわけです。 P エンジン入れた時、トランスミッション内で何が起こってるかというと、普段トランスミッションタイヤを動かすという機構なのでギアが入ってるわけです。で、そのギアは常に回ってるものなんだけど、停車してる時ってそのギアは動かないですよね、当然ね。ということで、その停車してるギア同士の噛み合わせによってロックする状態を作ってるわけです。ギアってこうギザギザしてるじゃないですか。まあちょっと手で表すと、こういったギザギザした山がありますといったところに、これがぐるぐる回るわけなんですが、ここに一つですね、こうつっかえ棒があったらギアって回らないじゃないですか。こう回転してるものがここに一つこうつっかえ棒があれば回らなくなりますよね。簡単に言うとこういうことがトランスミッション内で起きています。だからその中のギアが回らないということで、タイヤも回らなくなって、ロックされてるっていう状態なんですよ。じゃあそれで車が動かないんだから別にいいじゃないかというお話なんですけれども、これに関してはですね、あくまでその中のギアだけで停車してるわけですよ。そこで極端にね、すっごい急な坂道でですよ、 P レンジだけにしてもうちょっとしたら車がパタンと倒れてしまいそうな坂道、あ、そうだ、後ろに車がありました。急な坂道でもうちょっとしたらこう車がパタンと倒れてしまいそうな坂道あったとします。そこで例えば P レンジだけ入れました。でブレーキから足を離した途端に、もしかしたら内部のそのさっきのギアの噛み合わせの機構がですね、バキッと壊れてしまって車がズルズルズルと落ちてしまうっていう可能性もあるわけですよ。あくまでギアだけだから、車は軽いものでもね1トン近くしたりしますから、ギアの噛み合わせだけで耐えれるかっていうと怖いですよね。ということでパーキングブレーキが必要になってきます。あとはですね、今は本当に地震とか災害なんかすごい多いですよね。まあそういった時にね、例えばこうグラ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 したりとか、あとはですね、道路が陥没してしまってパーキング機構が壊れてズルズルズルっと、ね、車が動いてしまうとか、まあ、そういったこともありますし、まあ、そうなるとね、こんなものがね、人が乗っていない状態で勝手にズルズル動き出したら、その先にいるものとか人とかね、やっぱ危ないですから、そういうことでですね、パーキングブレーキっていうのは必要なわけですね。改めて言いますと、パーキングレンジに入れるってことはギアの機構で、簡単に言いますとここに一つ突っかえるものが入ってるような感じで、プラスこれだけじゃ足りないから、パーキングブレーキをしっかり使ってブレーキをバンとアナログ的な力でかけてあげるっていうこと、まあ、これでしっかりと車を駐車するということが大事です。もう一つはですね、これ車検でもパーキングブレーキの制動力っていうのをテストします。まあ、そういった時にですね、このパーキングブレーキある程度使ってないとですね、そのワイヤーの動きが悪くなってですね、パーキングが効かない
ていった場合たまにあるんですね。そうなるとですね、車検に出した時に固着したものを修理するっていう形になるので、また費用がかかってしまうということになるから、何でもそうなんですけど、こういった機械的なものっていうのは特に、ある程度動かしてあげないと動かなくなるんですね。車検というのは安全を確保するために行われているものですから、当然そのパーキングブレーキが効かないと車検が通らないということになりますので、そういった理由でパーキングブレーキ常に動かしてあげるということも大事ですし、やはりギアの破損を防ぐということです。トランスミッション修理とかになりますとね、エンジンごと車から降ろさなきゃいけないっていう車多いですからね、そうなると、費用もかなりかかるということ。あとはやっぱり一番は安全のためですね。自分の安全もそうですけど、他人の安全も考えると、パーキングブレーキはですね、安全のためにしっかりと活用いたしましょう。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。